リスボン攻防戦は1147年7月1日から10月25日にかけイベリア半島のリスボンの支配権をめぐって行われた工場戦である。この戦いによってリスボンはポルトガルの統治下に置かれムア人の勢力下から脱回された。リスボン攻防戦は失敗に終わった第2回十字軍の数少ない。 キリスト教徒側の勝利の一つであり、レコンキスタの中でも、とりわけ重要な戦いとみなされる。伝統的には、レコンキスタの開始は722年のコバドンガの、戦いにおけるイスラム側の敗北だとみなされている。1095年から1099年の、第一回十字軍の後、教皇パスカリス二世は、イベリア十字軍に対して、故国に泊まって、 彼ら自身の戦いを続けることが、エルサレムへの十字軍遠征と同じ価値を持つと、訴えた。1142年、ポルトガル王アフォンソ一世は、北方からの十字軍兵士の聖地への経由地である、利点を活かし、彼らを動かして、リスボン氏を攻撃、占領しようとした。このクワダテは結局は失敗して十字軍参加者の中に混乱を残したが、王は、 将来の構成で彼らを活用できる可能性を見出した。1144年のエデッサの陥落はエウゲニウス賛成による新たな十字軍の呼びかけを引き起こした。1147年の春、教皇はイベリア半島で行われている何百年間も続いているムア人に対する戦いもまた十字軍であると認めた。教皇、エウゲニウスはマルセイユ。 ピサ共和国、ジェノバ共和国、その他の地中海沿岸都市に対して、イベリアで戦うことを推奨した。教皇は、同様に、カスティーリア王を呼び、レオン王である、アルフォンソ・7世に対して、ムルア人に対する彼の戦役も、十字軍と同じ価値を持つと認めた。様々な国と、地方から集まった十字軍の一団が1147年5月19日に、 イングランドのダートマスを出発した。彼らはフランドル、フリージア、フランス、イングランド、スコットランド、それにいくつかのドイツの両方から来ていた。彼ら自身は自分たちを抗議のフランク勢とみなしていた。大や君主はこの遠征業には参加していなかった。参加者の大部分は自ら制約して集まった民間人だったようである。 サフォークのコンスタブルだったハーベード・グランビルは指導者の一人だった。他の十字軍の隊長たちとしては、EN、アルナウト・フォー、カウント・オブ・オーショットが、ラインラント人を率いギステルのクリスティアンが、フランダース勢とブーローニュ勢を指揮し、アングロ・ノルマン勢は、ドーバーのシモン、ロンドンのアンドリュー、アルシェルのサヘアラが率いていた。重要な決定は、指揮官たちが集まってくだされた。 ポルトガル王アフォンソ一世の肖像ドゥイユノードによれば164隻の船が聖地に向かっていた。イベリア沿岸に到達した時は200隻ほどになっていた。ポルトガル沿岸で船団は悪天候で足止めを受け、1147年6月16日にポルトガル北部の都市ポルトにいた。ポルトの司教、ペドロ・ピトオスは彼らを ポルトガル王アフォンソに会うように説得した。当時、王とテゼ勢は、田保川に到達して、3月15日に、サンタレン征服を果たしていた。また、王は、教皇が王号を認めるように交渉中だった。十字軍の第一陣が到着したとの知らせを得た王は、彼らに会うために急行した。そこで、他国籍で規律を書く一団は、王に助力することに同意した。 厳格な取り決めが結ばれ、十字軍兵士には死での略奪と見込まれていた捕虜解放の身の代金が報酬として約束された。死については彼らが望む限りの探索と略奪を終えた後で王に引き渡すものとされた。アフォンソは征服地を分割して封建契約に基づく報道として彼らの指揮官たちに与えることも約束した。彼は 協会の代表者の座も約束し、工場戦の参加者と、その相続人はポルトガルでの商業税を免除すると、した。イングランドの十字軍戦士たちは、当初は、この計画変更にそれほど乗り気ではなかった。しかし、ハーベイとグランビルは参加するように彼らを説得した。ウィリアム・ベールと彼の兄弟は、1142年のリスボン攻撃に参加した経験から、 参加を拒んだ。その後、制約の確認として、人質の交換が行われた。アフォンソ・エンリケスによる、リスボン包囲戦策ジョアキン・ロドリーグ・ブラが、理想化された、情景工場戦は7月1日に始まった。キリスト教生は素早く周辺地域を占領し、リスボンの城壁を取り囲んだ。4ヶ月後、ムーア人の支配者は、降伏に同意した。 十字軍側の工場等が、城壁に到達したためである。また、死も飢えていた。すでに征服されていた、サンタレンだけでなく、シントラ、アルマダ、パルメラの主だった市民たちが逃げ込んできて、市内の人口が増えていたためである。短い騒乱状態、アングロ・ノルマン勢の記録者は、ケルン人とフランダース人のせいだとしている、の後で、死は、 キリスト教徒の征服者を10月25日に迎え入れることになった。死のムスリムの守備隊と結ばれた幸福条件では、彼らは生命と財産を保障されていたが、死に入ると同時にキリスト教徒たちはそれを破った。十字軍戦士のうち、いくらかは出版して、イベリア半島を回って進み、バルセロナ博のラノンにエブロ川沿いの都市トゥルトーザの 征服への助力を依頼された。しかしながら、ほとんどの十字軍選手は新しく占領された都市に定住し、それにより、イベリア半島のキリスト教勢力は増すことになった。ギルバート・オブ・ヘースティングスは、初代のリスボン司教となり、後に、英保衛級同盟として結実するイングランドと、ポルトガルの歴史的な関係の先駆けとなった。 都市は交渉で条件を定めてから降伏したにも、かかわらず、ポルトガルの後期で勇敢な戦士、マルティン・モニスが我が身を犠牲として、死壁の扉を閉じさせなかったことで、キリスト教軍が死を征服したとの伝説が生まれた。リスボンは、最終的に1255年に、ポルトガル王国の首都となった。この勝利は、ポルトガル史の転換点であり、1492年に、 完結することになるレコンキスタをさらに進めた。ありがとうございます。